水量が少なくて、比較的簡単に登れて、でも、落ちてはいけない滝で用います。リーダーは、滝を登り終えたら、はい、しっかりした支点にロープを固定します。2番手からは、フィックスしたロープにフリクションヒッチを施して、それをスライドしながら登ります。この動画では第2マスリングですが、第2マは、融点が低いので、ナイロンスリングか金属のアッセンダーにしてください。